話です。今月は2回目の買い物をしたので、またどんどんご紹介していきたいと思います。日用品が少なめで、ちょっと食品が多めとなっています。それではどうぞ。こちらはユーセリンのデイリープロテクションモイスチャライジングフェイスローションサンスクリーン SPF が30になってます。デイリーに使いやすい感じかなと思うんですけど、これ初購入品です。非コメドジェニック、あと UVA と UVB を保護してくれる。今回決め手となったのは、石鹸で洗って綺麗に落ちるという点です。べったりつく石鹸でもなかなか落ちない。日焼け止めとしては強力なんでしょうけど、やっぱちょっと肌に優しくないかなと思って、今回こちらユーセリンのものを買ってみました。伸ばしてみましょう。匂いは全然ないです。あ、すごくよく伸びる。ベト付きもないですね。なんとなくさっぱりしている感じだけど、ちゃんと塗ってる感はある感じがします。まあライトな感じよりなので、まあ、リッチじゃなくて、リッチも売ってるんですかね。今回ちょっとライトなものを買ってみました。もっと強い日差しの時には、こちらのニュートロジーナのウルトラ透明フェイス&ボディスティック日焼け止め SPF が70、こちらの方を使ってます。70あるので、やっぱりこちらの方が日差しが強い時はこちらをメインにして、ユーセリンの方は日常使いに使おうかなと思います。このニュートロジーナ結構もう使ってるんですけど、まあこんな感じでくるくるして出てくるんですけど、この真ん中のところが減るんですよね。普通に塗ってたら、だから頑張ってこの角のところでも塗るようにしてるんですけど、塗る面が広いので、もう足とか、まあ、本当腕とかにも塗りやすい。これもちょっとおすすめの商品なんですけど、ちょっとこの時期はもう品切れになってますね。入荷したらもう一本欲しいなって思って、まあ、娘も使ってるのでもう一本欲しいなと思うんですけど、これもちょっと人気ですね。ユーセリンの方もこれも人気商品だったんですけど、しばらく使っていこうと思います。ジェイソンナチュラルのネイルセーバー T3 です。乾燥した甘皮や割れやすい爪に潤いを与え、丈夫で割れにくい爪にしてくれるというネイルセーバーです。オイルがたくさん入っているネイルセーバーになってます。私はあれなんです、ね、爪がすごく柔らかくて割れやすくないので、ちょっと困ってるんですけど、今はアルコール消毒も使うので、やっぱボロボロになるんですね。ネイルも知ってた時があるんですけど、ネイルを落とす除光液でも一発でも爪がボロボロになるんです。ちょっとでも爪が丈夫になったらいいなと思って、こちら買ってみました。ちょっと塗ってみます。硬いですね、ブラシ。あ、でもちょっとは柔らかくなったのか。これ多分こうダーッと塗るというよりは擦り込むんじゃないのかなと思うんですけど、すごい T3 のいい匂いします。塗った後にはスマホを触れないやつですね。もうオイリーになります。ツヤツヤになりますね。なんか効きそうな感じします。この甘皮のところがね、下がってきてちょっと痛くなったりもするので、こういうところに重点的に、まあこれも頻繁にやった方がいいんだとは思うんですけど、ちょっとこれから試してみたいと思います。ラエルのオーガニックコットンカバーパンティーライナー、レギュラーのこちらは20枚入りになってます。これも何回もリピートしているパンティーライナーですね。オーガニックコットン使用で、すごく薄型で、つけてる感じは結構皆無ですね。もうなんだろう、つけ心地もいい感じです。敏感肌の人にも安心してお使いいただける商品じゃないかなと思います。 USDA 認定のオーガニックコットンとなってます。実際こちら使用して、生理痛や PMS
月経前症候群の症状が軽くなったっていう方のレビューも多数あるので、やっぱり使うものは大事なのかなって思ってます。こんな感じでこう細になっていて、薄いパンティライナーがこういう感じで入ってます。中も日本で売っているものとそんな遜色ない大きさかなと思います。これがもうオーガニックコットンで、本当にもうエアリーな感じです。これ難点はちょっとやっぱり高いんですよね。20枚入りで600円しない、ギリしないぐらいなんですよね。ちょっと贅沢かなと思うんですけど、肌に優しいものを使いたい人とか、まあ、その女性特有の症状に悩んでいる人なんかは一回使ってみる価値があるんじゃないかなと思います。ここからは食品になります。1品目がこちら、プリンスオブピースの 100% オーガニック白茶、100小袋になります。 100% オーガニックのホワイトティーで、芳醇な香りとしっかりとした濃さの深みのある色のお茶とのことです。これ初めて買いました。これは USDA 認定オーガニック、あと IMO スイスによる認定オーガニック商品となってます。ホワイトティーって書いてます。これ100って結構持つんですよね。今はちょっと夜間に2袋入れてガンガン沸かして子供も一緒に飲んでるんですけど、まあ、減りは早いんですけど、いつもはアンクルリーズティー の, あのパンダ柄のやつを飲んでるんですけど、ちょっと在庫切れやったんで、まあ、今は在庫復活してますけど、今回こっちを先に買ってみました。ジョビアルのオーガニック玄米パスタエルボーズグルテンフリーとなっています。これも初購入品です。味も食感も小麦粉で作ったものと遜色ないといったレビューが多かったですね。あのサラダのように冷やして食べるとやっぱちょっとボソボソするかなっていう気になるレビューもあったんですけど、まあ、こんな感じのこのグラタンのような感じに使うと全然遜色なく美味しいとのことです。これ中身がこんな感じになってます。まあ普通のパスタと変わらない感じですね。もうなんというか本当アメリカンな感じで、こんな感じに入ってます。茹で時間はクックタイム12日って書いてます。10分茹でるってことですね。これはなかなか美味しそうなので、また試してみたいと思います。ボブズレッドミルのオールドファッションロードオーツグルテンフリーとなっています。これでかいですね。907g 入ってます。ちょっと私グルテンで肌荒れを起こすので、オートミールもグルテンフリーって嬉しいですね。これはリピート品で何回か買ってて、あのオーバーナイトオートミールっていうのを私食べてるんですね。ちょっとここら辺に載せようかなと思うんですけど、もう毎日食べてます。お昼ご飯、まあ、1食目ですね。朝食食べないので1食目にオーバーナイトオートミール食べてるんですけど、もうこの粒が大きいタイプ、ロードオーツっていうんですかね、うん、これ大好きですね。これ人気商品なので結構よく売り切れてるんですよね。クエーカーのものとかもこれが切れてる時は買ったりするんですけど、やっぱりあっちは、まあ、オーガニックじゃないっていうのもある。これもちょっとオーガニックではないんですけど、オーガニックのものも売ってます。もちろんエデンフーズのオーガニックかぼちゃの種ドライローストになります。原材料は有機かぼちゃの種、あとエデンポルトガルのカイエンのみということで、まあ、シンプルな原材料です。 OCIA 認定のオーガニック商品となっています。かぼちゃの種にはビタミン D のほか B1、B2 が豊富に含まれているとのことで、これもまたあのオートミールに混ぜて食べようかなと、トッピング用ですね。ちょっとやっぱしょっぱい、うん、塩辛いっていうレビューも多いんですよね。なのでオートミールに合わなかったらおやつとして食べようかなと思うんですけど、ちょっと開けてみましょうか。こんな感じです。食べてみます。
香ばしい、美味しいですね。これ全然オートミールの上にトッピングするのもありかなと思いますね。また積極的に食べていこうと思います。メイドインネイチャーのオーガニックドライマンゴースイート&タンジースーパースナックです。こちらリピート品です。マンゴーたくさん入ってます。 USDA 認定オーガニック非遺伝子組み換えプロジェクト認証。これ余分なものが入ってないもうそのまんまのオーガニックマンゴーです。半生とかでもなく、もう本当にしっかり干からびたマンゴーっていう感じなんで、もうそのまま食べる人もいるのかもしれないですけど、私はちょっとそのままでは食べないんですけど、こんな感じ。これ美味しいですね。水分に浸しておくともうプルプルの食感に戻るんですよね。甘みも強くてこれすごく美味しい。結構量も入ってると思うんです。見えるかな、うん、これすごくお買い得だと思って結構買ってるんですけど、オートミールに入れていつも食べてます。マストアイテムですね。シーポイントファームズのシーウィードクリスプアーモンドセサミです。これ初購入品です。非遺伝子組み換えプロジェクト認証でビーガン、あとグルテンフリーになってます。アーモンドとゴマの層を重ねて二度焼きしたパリパリ食感のスナックとのことです。原材料は白ごま、マルトース、海苔、アーモンド、昆布粉、カイエン。昆布粉入ってたらもう何でも美味しくなりそうな気もしますけど、ちょっと開けてみます。これはこんな感じです。海苔の間にごまが挟まってる、アーモンドも挟まってるんですけど、パリパリ食感、ちょっと食べてみます。甘いですね。想像ではしょっぱいのかなと思ったんですけど、甘いですね。うん、美味しいです。海苔の風味もちゃんと感じられるし、アーモンドかな、うん、アーモンドの味もしっかりしてますね。あ、これ美味しいです。量がちょっと少ないのかな、どうだろう、うん、美味しいんですけどすぐになくなっちゃうような気もしますね。大事に食べたいと思います。安いのでまた購入したいと思います。エンジョイライフフーズのライト&エアリーレンズ豆チップスディル&サワークリームフレーバーです。これもリピート商品です。美味しいですね。これ味はあれです、マクドナルドのフィレオフィッシュの味です。もうそのまんま美味しいですよね。軽い食感でもパクパク食べれるんですけど、従来のポテトチップスより脂肪分が 40% オフされているということで、なんとなくこれも罪悪感が薄れるお菓子かなと思います。グルテンフリーなんですよね。これも中身はこんな感じで、これ1枚食べてみたいと思います。こんな感じ、フィレオフィッシュです。うん、美味しいです。これも癖になる美味しさ、軽い食感なんでちょっと食べ過ぎちゃいそうですよね。次はスナイターズのプレッツェルピースハニーマスタード&オニオンです。これ初購入品です。すべてのハニーマスタード好きにぜひぜひおすすめしたいとレビューに書いてたので、ちょっと気になって購入してみました。ハニーマスタード味って私そんなに馴染みがなくて、めっちゃ好きっていうんではないんですけど、好きな人は好きですよね。いろんな形に砕けた固めのプレッツェルが入ってるとのことで、味だけじゃなく食感も楽しいということなんですよね。これちょっとでもグルテンフリーじゃないんですよね。中はこんな感じになってます。黄色いです。マスタードの色かなと思うんですけど、プレッツェルがこんな感じのいろんな形になってる砕けたプレッツェルが入ってます。これちょっと1個食べてみます。おいしい、これはおいしいですね。マスタードが結構効いてます。
これ美味しいですね。あ、これみんな好きなの、気持ちわかる気がします。癖になる味ですね。これちょっとまた買うかもしれない。思った以上に量も入ってるので、湿気ないようにちょっとしっかり封をして食べていきたいと思います。これちょっとおすすめ品です。ヤムアースのグミベアーズ詰め合わせスナックパック10袋です。こちらリピート品です。これクマの形のグミが個包装されてて10個入ってるパックになってます。味はザクロパッカー、マンゴータンゴ、パーフェクトピーチ、ストロベリースマッシュの4種類が入ってるとのことです。これもあのグルテンフリーとオレゴンティルスによるオーガニック認証、あと非遺伝子組み換え原料とオーガニックサトウキビを使用、ま、天然の果汁と野菜汁で着色しているということで、小さいお子さんにも安心して食べさせてあげられるお菓子じゃないのかなと思います。私あまりグミそんなに好きじゃないので、これも本当に子供用なんですけど、高校生の娘のグミ大好きですね。部活の時にチームメイトに配ったりしてますね。こんなちっちゃい小袋が10袋入ってます。中も開けてみましょうか。すごい、開けた瞬間からすごくいい匂いします。こんな可愛い形のクマさんのグミが9個入ってますね。うん、どれどれ、うん、食感は結構弾力ありますね。美味しいですね。これマンゴーかな。これは美味しいですね。なんか口寂しくなった時に食べるとよく噛むので満足できるかもしれないですね。うん、これおすすめ品です。美味しいです。ナチュラルシンプリーデリッシュのナチュラルインスタントプリンチョコ味です。これチョコの粉末が入っているので、それとミルクなどお好きな水分と混ぜて作るタイプの商品のようです。砂糖不使用で非 GMO プロジェクト、あとビーガンで、グルテンフリーとなってます。ちょっとしっかり混ぜないと粉っぽさが残るっていうレビューもあるんですけど、美味しいチョコプリンができるみたいです。日本にもこんなタイプのなんだろう、プリン作る粉末あったような気がしますね。それと似たようなもんなのかな。と砂糖不使用っていうところが気に入ったので買ってみたんですけど、うん、大丈夫、粉はついてるけど漏れてません、多分これまた美味しそうに作れたらここら辺に載せようと思います。チョクゼロのケトスプレッドチョコレートヘーゼルナッツです。これちょっと気になってたので今回購入してみました。クリーミーで砂糖を加えてないミルクチョコレートとローストヘーゼルナッツの実証済みの結婚直訳するとそうやって書いてますね。ちょっとこれお高いんですよ。これでも思った以上に大きかったかな。1000円するんですけど、すごく美味しいというレビューがたくさんあったので買ってみました。ちょっと開けてみましょう。こんな感じですね。うまそうです。うん、めっちゃナッツのいい匂いします。ちょっと一口食べてみます。うわ、これすごい濃厚、満足しそう、濃厚、めちゃくちゃ濃厚です。うん、ナッツの風味もしてすごく美味しいです。贅沢な気持ちを味わえるので、もうちょびちょび食べないとなって思うんですけど、パンに結構これ贅沢に塗ってますけど、私はちょびちょび食べると思います。これおすすめですね。ちょっと一回食べてみてください。美味しいです。シンクのハイプロテインバーブラウニークランチ10本入りです。プロテインバー、私アイハーブで結構いろいろ試してきたんですけど、結構撃沈してるんですよね。味自体はそんなに嫌いなものとかないんですよ。まあねっちょり系も食べれるし、プロテインで多分腸内環境が著しく悪くなるんですよね。なんだろう、相性なのかな。これもプロテイン 20g 1本に入ってる、ちょっと試しに行ってみようかなと思って買ったんですけど、こちらグルテンフリー、シュガーフリーとなってます。
この季節でも買えるということは期間限定の商品ではないみたいですね。こんな感じです。思った以上に甘みはないですね。こういう商品結構がっつり甘かったりするんですけど美味しいですね。うん、うん、でもタンパク質入ってるっていう味はします。なんか独特の感じです。なんか今まで食べてきたものの中では美味しい部類かなという気がしますね。ブラウニークランチってことなので中に何か多分入ってるんでしょうけどよくわからない砂糖不使用でこの甘さっていうのはちょっとすごいかなと思います。腸内環境さえ悪くならなかったらリピするかもしれないですね。今回のアイハーブ購入品の紹介は以上になります。また次回7月、次はあの化粧品とか切れそうなものもいっぱいあるのでご紹介できたらなと思います。それではまたお会いしましょう。